はい、全日本 GS1 本目、石井智也。一発目のレーサー、石井智也がオンゴー。さあ、去年のチャンピオン、ピョンチャンオリンピック代表。智也、一本目、全日本選手権です。さあ、戦いに出ているこの石井智也、前評判ではかなり調子がいいということ、一体どんな滑りを見つけるのか、一発目から注目していきましょう、ゴールドピン SC 所属の石井智也。さあ、ここでラストも壁に差し掛かってまいります。久保田拓選手、はい、タク1本目、おい、巻きすぎんな、巻きすぎんなよ、しっかり乗ってこい。ビブナンバー2の選手が滑走中ですが、ビブナンバー2の選手通過後、コースを修復のため競技を中断いたします。ビブナンバー2の選手通過後、コースの川崎ビールド、はい、成田。さあ、ナショナルチーム A チームの成田健吾はワールドカップ組の一人、川崎ビールド FC 所属。さあ、この成田秀幸も注目の選手の一人。さあ、この成田秀幸も注目の選手の一人、はい、さあ、ただいまリーダーバイ石井智也の51秒66。さあ、このタイムに一体どうここでちょっと浮いてしまった。さあ、成田秀幸、ここから挽回していきたいところ。さあ、ラストの壁にぶつかかってきた。ワールドカップ選手、株式会社東急リゾートサービス、はい、大越。さあ、彼もワールドカップ出場組でございます。大越龍之介、県6起こし。さあ、安定車滑って中間入って起こせるんですけ、俺もすぐ人が動けるよな。さあ、間もなくラストも下がってきた。さあ、起こし龍之介、ただいま現在第1位は、はい、加藤聖吾。さあ、ネクストレーサー加藤聖吾の野沢温泉 FC 所属。さあ、彼はオーストリアで活動しているレーサー。そして聖吾ゼッケン7番。海外の経験を生かして本日はね、今日どこまで行くのでしょうか。さあ、彼の滑りも見どころ。ちょうどね、デーブ、ね、やられているところで、なんか急処理をしてきた安定感抜群。さあ、ラストの壁、小山陽平。さあ、コース上には小山陽平。はい、ゼッケン11、陽平。彼も注目選手の一人、第2回ユース五輪ジャイアントラロット銀メダル、そしてワールドカップ世界選手権も。松本達樹、ビブナンバー13、三井陽平選手、52秒80。さあ、コース上には松本達樹選手を、はい、上には松本達樹選手を。さあ、彼も注目選手の一人でございます。さあ、終盤ここのおしゃれが、さあ、うまくいっている。さあ、スピードを浮かぶ3つから急斜面に入っていきたい。近畿大学スタート、あ、月早った。さあ、コース上ネクストレーサーも注目の北見、若槻隼人、近畿大学。さあ、彼もナショナルチームメンバーの一人でございます。ゼッケン15、早田、急成長中の若槻隼人。おっと、
さあこのリカバリー、さあこっから攻めていきたい若槻隼太。さあまだコース終盤、さあここの関西面から急斜面に向けてスピードを伸ばしていきたいところ。中央大学スタート三上高崎夢之助タイム53秒13。張りタイムを伝えています。リブランバー上田選手は柿田秀之選手53秒。ゼッケン18三上、外足乗れ外足。さあコース上にはリブランバー18三上タイガー中央大学今思いつけよ。ゲゲゲゲ、さあ急斜面に差し掛かってきた。危ねチームナンバー18三上大河。はい、吉澤ここでフィニッシュ。ビブナンバー27 54秒90でフィニッシュ。どれ張りタイムをお伝えいたします。ビブナンバー27藤吉蓮選手54秒。はい、修造ゼッケン28藤吉蓮選手54秒90。ここで10時現在のスタート地点の上昇表をお伝えいたします。もったいない。天候晴れ、気温マイナス5度、雪温マイナス2度、いけいけいけ、無風です。以上10時現在のスタート地点の気象状況を。いやもう西颯太、ちょっと浮くのでそこだけしっかり頭に入れとくことね。それから急斜面の入り口、大斜面の入り口ね、左に行ってくると、マリモコムの頭がね、マリモコムの頭をちょっと飛ぶからな、ちょっとしっかりと頭入れとけよ。あと最後インスペクション通り左足。しっかりと頭入れとけよ。あと最後インスペクション通り左足、ダブル乗っかっていくこと。いいね。54秒41。ソーター、さあコース上には西ソーター。ビブナンバー37東洋大学がおっと急斜面に入ってきた。日本大学ラストの三者目に差し掛かっていたマストユーマ。ビブナンバー40マストユーマ選手、日本大学スタート。マストユーマこの橋の出口ね、橋の出口の段のところしっかりと、ちょっと浮きやすいので、潰してみることね。それから急斜面の入り口、左手に足しっかり合わせる大斜面ね。それからね、最初にトレーニングした時みたいに、マリモコブの頭ちょっと左足から右足に移るところ浮きやすいから、しっかりそこ頭に置いて、中央大学スタート。はい、大森でフィニッシュ55秒74でフィニッシュ。張りタイムをお伝えいたします。リブナンバー43猪俣高橋大成選手中央大学スタート。さあラスト急斜面にはビブナンバー47高橋太郎がここで2周年は56秒76。張りタイムをお伝えいたします。ビブナンバー47高山慎太郎から。高山慎太郎1本目56秒76。まっすぐ来んな。コース上にはビブナンバー48浮いてる、厳しいぞ。ビブナンバー48の高橋大成。 K 選手地球環境高校スタート。はい、小山家さあ間もなくビブナンバー50亀口先生がフィニッシュ。タイム54秒81。ビブナンバー50亀口先生選手54秒81。1本目お伝えしておりますタイムは張りタイムです。
もうちょいしっかり乗れよ。すげー、吉田海夢。タイムは53秒64。さあ、今週はビブナンバー52、吉田海夢、中央大学が起こる。はい、仲間たさあ、近代タイム54秒48フィニッシュ。ハリタイムをお伝えいたします。ビブナンバー はい、カズキ一本目。53、オリゾンのリュウキ選手。おー、膨らむな。54秒48。おい、なんだそりゃ。しっかり乗んないダメだよ。これはダメだぞ、お前。どうした？左足おかしいぞ。モリタ。チャンスよ。全然危ない。わかりました。ありがとうございます。よろしくお願いします。チームナンバー56、伊藤健選手は途中棄権の模様です。奈良県ダブルしっかり乗っかってゴール前。57秒13でフィニッシュ。はい、ありがとうございます。お願いします。ビブナンバー64、石塚翼選手、57秒17。ケンタ1本目しっかり行ってみろ。57秒13。よしよし。コースはビブナンバー65。おお、もったいねえ、もったいないな。おわー、狂っちゃったな。イエー、ビブナンバー66、佐藤大輝、小瀬大和選手、中央大学スタート。56秒33。ハリタイムをお伝えいたします。ビブナンバー72、左竹選手、56秒33。わあ、ちょっと体打ち入ってるぞ。さあ、やってきたのはビブナンバー72、小瀬大和、中央大学。海斗選手、慶応義塾大学スタート。役員の皆様にお知らせいたします。役員の皆様にお知らせいたします。次のビブナンバー77は ES となっております。次のビブナンバー77は ES となっておりますので、海斗一歩目。次のスタートはビブナンバー78がスタートいたします。まもなく左足しっかり乗れ。78がスタートいたします。さあ、ビブナンバー78、中島ゴール、中央大学所属、香港。ビブナンバー78、中島ゴール選手、中央大学スタート。そして、フィニッシュエリアにはビブナンバー76、大井の翔海人がコンビフィニッシュ。タイム56秒42。ハリタイムをお伝えいたします。
56秒4、56秒4、56秒4、少ない体。さあスタートゲートだ。ビナンバー79下畑竹広がスタンバイ。そしてフィニッシュエリアビブナンバー78中島ゴールがスタート。タイムは58秒55秒49。仮タイムを落ち着きます。ビブナンバー111前田広文選手55秒4。さあ、レックスレーサービングナンバー113、加藤ひづきがスタンバイ。お父さんが一番緊張してるんじゃないですか。はい、2本目です。3番スタート、4番スタート、ユーマ。おい、さあ現在トップはビブナンバー16清水大の1分47秒81。さあコース上にいるのはビブナンバー42松戸ユーマ、1本目が53秒91。日本大学トップ2、いけ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 。さあ最後の壁に入ってきた。マスド2本目、ビブナンバー32、小山くん。ビブナンバー12、中村和也選手は途中棄権の模様です。はい、K。 2本目。さあこの難関の関西面入るところのウェーブも難なくこなしましたけれども、最初のねちょっと膨らんだところがどうタイムに影響出るでしょうか。さあラストの、さあラストの急斜面、クボタタク、ビブナンバー2クボタタク選手、慶応義塾大学スタート。1本目52秒97のタイム表現、ここからの選手は97の、はい、タイム、ここからの選手は1本目52秒台ですね、の選手が続いてまいります。さあこのウェーブの処理も完璧にこなしている。ちょっとスキー開いてるぞ。さあビブナンバー2番久保田拓、いけ。さあ最後の壁、ちょっと開いてんなスキー。45秒55、三上大河。ネックスレーサー紹介しましょう。ビブナンバー18三上大河選手、中央大学スタート。さあコース上に三上大河、中央大学52秒88のタイムの。さあコース上に三上大河、1本目14位、タイガ守んなよ、守るな。さあこの辺のもうトップ50ですね、の選手たちはもうこの急斜面もしっかりと板をね縦に落としながら、いけ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 。さあラスト九州に入ってきた。いや、大越優之介選手、株式会社東急リゾートサービススタート。さあ大越優之介がスタートいたしました。彼もワールドカップ転戦組の一人、実力派でございます。さあほとんどが1990年代生まれの選手の中に混じって、1980年代生まれ、はい、1個目6位、大越。あれは頑張っています、1980年代生まれ。さあその経験を生かしてこの急斜面もしっかりとメイクしてきている大越龍之介、この辺の処理もさすが。
さあ、換算に入ってきた。ラスト。すげえ。これが急斜面に入ってくる。さあ、成田秀樹もナッシュチームは先々組の1人。さあ、1本目52秒09。さあ、成田選手もね、1本目結構なね、攻めすぎたミスをしてのこの順位で来てますからね。2本目はそこをしっかりと修正してきてくることでしょう。さあ、この辺はほぼノーミスできているぞ、成田秀樹。さあ、そのポテンシャルは確実にもう日本トップレベル。さあ、成田若槻隼人選手、大学スタート。さあ、今ビブナンバー15の選手が滑走中ですが、15の選手通過後、はい、早田。中断いたします。あ、いいか。上部ね、1本目よりもスムーズに入ってくれるので、守らないようにすることね。それから、中盤、大斜面の入り口がね、ちょっとやっぱり、ポイント。タイム1本目3位にタツキ。さあ、このトップ3は51秒台で来ている選手でございます。さあ、タツキもかなりの実力派の選手。さあ、この辺の勝利も素晴らしい。このまま急斜面に入ってくると好タイム。さあ、トップ30残り2つ選手。はい、1本目に中村俊。さあ、モニター上に入ってきた。さあ、攻めている。いいライン取りだ。やはり安定感を持ちながら。さあ、ここの処理も素晴らしい。このままいけば好タイム期待できるんじゃないでしょうかね。さあ、中村俊選手が急斜面に入ってきた。藤井智也選手、ゴールドウィン FC スタート。さあ、ラスト、石井智也選手がやってまいりました。1本目トップ。そしてディフェンディングチャンピオン、ピョンチャンオリンピック代表の石井智也。さあ、現在第1位がビブナンバー14、はい、1本目ラップ、石井智也。さあ、現在第1位がビブナンバー14の松本達希、1分43秒80。さあ、石井智也がしっかりと、おーっと安定感抜群の、さあ、素晴らしい滑り。さあ、このヨーロッパで期待。さあ、ここから45秒間隔でどんどん、ね、選手がやってまいります。さあ、この第97回全日本スキー、ケンタ2本目、選手がやってまいります。さあ、この第97回全日本スキー選手権大会アルペン競技会男子大回戦を制したのは、さあ、全員ともや。さあ、ネクストレーサー紹介しましょう。ビブナンバー34、山越洋平選手、東海大学スタート。吉田海瀬選手、中央大学スタート。次はビブナンバー48がスタートいたします。次のビブナンバー27は EH となっております。27はとなっておりますので、次の滑走選手は、はい、タイム2本目 EH となっておりますので、次の滑走選手はビブナンバー48が滑走いたします。おー、なんだそりゃ。それではスタートゲートにいるネクストレーサー紹介しましょう。ビブナンバー48
高橋大成選手、中央大学スタート。高橋大成選手、中央大学スタート。仮タイムをお伝えいたします。ビブナンバー50、亀渕哲平選手、56秒42、合計タイム51秒。北川修造選手、中央大学スタート。はい、修造、修造2本目、外足短く短く。ビブナンバー22、相原太郎選手は途中棄権の模様です。この後短くしろ。相原太郎イエスとなってしまいました。そしてコース上にいるのがビブナンバー高野選手、中央大学スタート。ここでフィニッシュエリアに突入してきたビブナンバー39、丸山和樹のタイムは56秒40、合計タイム1分51秒90。高野2本目51秒90。コース上にはビブナンバー57、高野中央大学所属がおーアウト。スタート。次の滑走予定のビブナンバー54は DS となっております。ビブナンバー54は DS となっておりますので、次にスタートするのはビブナンバー98。ビブナンバー98の選手がまもなくスタートいたします。ビブナンバー98の選手がまもなくスタートいたします。さあフィニッシュしました。ビブナンバー58、手塚義宗のタイムは56秒12、合計タイム1分52秒46。54、仲間高木が DS ということで、ネクストレーサー紹介しましょう。ビブナンバー98、寺島栄介選手、人気だ。ビブナンバー129、中島ゴールド、中央大学スタート。仮タイムをお伝えいたします。ビブナンバー47、高山。はい、ゼッケンなくした中島ゴール。ビブナンバー47、高山慎太郎選手、56秒95、合計タイム1分53秒77。崩すなほら状態。ビブナンバー114、3番ユーギ選手、55秒86、合計タイム。ちょっと体回るんだぞ後半。さあ、それではネクストレーサー紹介しましょう。ビブナンバー80選手、明治大学スタート。さあ、ゴールゾーンにやってきたのはビブナンバー64、石塚翼、みんなでタイムは57秒80、合計タイム1分54秒93。雄大2本目、まあ練習と全然違うよ滑り。もっと思いっきりいけ。それではスタートゲート、ネクストレーサー紹介お願いいたします。ビブナンバー90、宮沢浩太選手、旭川明成高校スタート。中央大学スタート。さあ、ラスト、フィニッシュエリアに近づ
いてきたのはこの男、ビブナンバー107、金子シーヤ。タイムは57秒84、合計タイム1分55秒59。はい、ヤマト2本目55秒59。スタンススタンス、ほらスタンス、そうだ1本目よりはいいよ、1本目よりはスタンス。さあ、それではスタート機への準備ができたようです。ネクストレーサー紹介しましょう。スタンス、開かないスタンス。ビブナンバー125、天野健人選手、東海大学附属札幌高校、スタート。